鈴木純一郎8月没年不詳は、日本の工業経済学者、社会政策学者、社会問題研究者、東京工業学校講師。筆名に、牛大、牛大三人がある。1868年8月、陸中国伊沢郡、牧村にて生まれる。岩手県市販学校、外国語学校を経て、経済学を学び、1895年9月から、 東京工業学校において、工業経済、工業簿記の講師となる。1896年4月26日、社会政策の研究会の創立に参加する。1897年4月、和田垣健造と共に、経済学校級会を立ち上げる。同年8月1日に開催された、労働組合規制会の規制会第1回月次会において、 佐久間定一らと共に評議員に選ばれる。同年12月、鉄鋼組合結成に尽力する。1898年6月、東京工業学校を退職。同月から、農商務省の命により商業視察のために年間、アメリカ合衆国とイギリスに留学し、ロンドン大学とケンブリッジ大学で、経済学や工業指導を研究する。 1899年11月に発会した、活版校組合の名誉賛成員となる。1900年11月、東京工業学校に戻り、再び工業経済を教える。1901年10月、第3回東京商業学会大会講演会で、銀行検査法についてという題目で講演する。1904年2月24日、坂井徳太郎と共に、 金子健太郎の追講員として米国ブネッサ、イベリア号に乗船して横浜港を立ち3月11日にサンフランシスコ港に着く。地の日曜日事件以降、ロシア国内の社会情勢に注目した金子健太郎の命により、ロシア自由遊戯会などを通して、米国内のロシア人の動向や母国間、日露戦争間などを調査する。1906年10月9日、 東京経織物株式会社の発起人総会の創立委員となり、同年11月27日創立の東京経織物株式会社の常務取締役となる。1909年7月27日、日本工業協会の会員総会において評議員に選ばれる。1911年9月、東京高等工業学校を退職する。ありがとうございます。